良い先生、悪い先生っていう話ですけども、だからって私が良いとかね、あの人が悪いとか、そんなくだらないレベルの話をするわけじゃないんですけどね、良い先生っていうのはね、いわゆるその目線って言いますかね、姿勢がね、子供のレベルに下がってるんですね。で、私はですね、もともとね、性格がね、あまり良くないんです。自分で分かってます。いじけやすいし、くじけやなんか、ひがみやすいしね、へいから愚痴は多いしね、なんていうか、嫌ですね。自分の性格、あまり好きじゃないですね。で、こう、なんていうか、あんまりオープンじゃないです。しかしね、私のような人間がね、かろうじてまともでっていうか、まあ、まともかどうか分かりませんけどね、このビデオ見られて、この林はどうも頭おかしいんじゃないかっていうふうに思われる人もいらっしゃるかもしれませんけども、ともかくも、かろうじてまともでいられるのは、毎日子供と接しているからだと私は思ってます。子供と接していますとですね、いつも、まあ、こう、心がね、現れると言いますかね、心のシャワーを浴びてるような感じになりますね。子供の前では歪んだ考え方、間違った考え方、いわゆる歪んだ考え方ですね。それは通用しませんから。いつもこうなっていますか、子供の方が心を開いて、まあ、心を開いてない子供も多いですけども、心の子供の方が心を開いて、先生って話しかけてくる。その途端にこっちも心を開くわけですね。ですから、まあ、子供と接するってことは、接するってことは、とても大事なことですね。それは、例えば私の法科の出身ですけども、いろんな職業に就いた人いますけども、それぞれ職場でそれぞれの人間ができていきますね。それは50代60代になってくると分かるんですけども、20代30代は分かりませんけどね。まあ、しかし、まあ、私はそういう意味ではラッキーだったと思います。常に子供と接している、毎日ね、今日もまあ子供たちと何時間も接してきたわけでありますけども、接してるということによってですね、多分ですよ、まあ、皆さん見て、ああ、林歪んでると思われるかもしれませんけど、多分私は心を歪めないで、意外とこのなんていうかね、まあこういう感じの人間でいられるんじゃないかなと思いますね。で、まあ私のこの他の YouTube の教育っていうか、教師の風景見てくださると分かりますけども、私にとっては、教室っていうのはストレス発散の場なんですね。これはとってもいいことじゃないのかなと思うんです。まあ楽しいですね、それは。もちろん真剣勝負ですよ、手は抜きませんよ。その代わり、まあっていうか、まあ真剣勝負で手は抜きませんけども、でもやっぱり楽しいですね。だから、ワイフとよく喧嘩してね、もうくしゃくしゃくしゃって、この野郎もう離婚だなんてね、そんな思いで職場行った途端に、その気が晴れてしまって、それでまた仕事終わるとね、またその嫌な思いが蒸し返ってくるってこと、それはありますけども、しかし、まあ、私にとってはそういう場なんですね。まあ、良かったと思います。で、子供たちと接してますとね、どうしてもね、ものの考え方がね、子供的になります。これは事実です。子供的っていうのは、だけどね、幼稚っていう意味じゃありませんよ。子供っていうのはですね、人間の原点なんですよ、皆さん。ねえ。まあ、原型という、まあ難しい言葉を使う心理学者もいますけどね。まあ私は、元の形、人間の元の形というのは、幼児期にあると思ってます。心が清らかで美しくて濁りのない世界ですね。だん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 ね、人間っていうのはね、知識やね、経験を身につけます。それはね、大人はそうなんですよ。知識や経験を身につけますよ。だけども子供との違いは何かというと、純粋な心からどん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 遠ざかっていくんですね。ですから、まあ、子供っていうのは、じゃあ逆に言いますと、子供っていうのは知識や経験はないけれども、ひょっとしたら私たち大人たちよりも優れているんですね。いろんな意味で優れているんですね。もちろん不幸にして不幸な家庭に育った子供は、もう早い時期にも心を歪めてきますけども、そうでなければそうでないということですね。ですから、幼稚という言葉と子供的という言葉は、これは違うわけですね。幼稚ということは未熟で未完成で、なんて言いますか、この人格の完成度の低いという意味で、幼稚という言葉を使うわけでありますけども、しかし、子供的であることは何で恥ずべきことじゃないですね。ピカソだってそうでしょ。青の時代、赤の時代で、まあ、青年時代はもう、こってりともう、難しい絵を描いていたわけですけども、ある時期からどん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 ね、単純化されて、抽象画を描くようになったわけですけども、あの程度の絵って言ったら怒られますけどもね、ピカソさんに怒られるかもしれませんけども、あの程度の絵ならね、幼児なら描きますよ。本当に。で、幼児の描く絵でね、時々ハッとする、
思う時ありますもんね。これをきれいにこの絵らしく仕上げて、そしてペインティングしてね、額入れてライティングをしっかり当てたらね、ピカソに負けないんじゃないかと思うような絵を描く子供いくらでもいますから。要するに、どこにもあのどういうことかというとですね、私たちはどん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 大人になっていくんだけども、いつかその原型、元の形に戻っていくんだということですね。そういう意味で子供的であるということは何だ恥ずべきことではない。むしろ人生の、究極の目標にしても良いんじゃないかと私は思うんです。で、私はですね、まあこういう、まあ、生活してますけども、しかし若い時、20代、特に20代ですね、は、別に教育にそれほど興味を持ってたわけじゃない。ただ楽しかった方は楽しかったですけども、教育の世界で生きてただけは、だけじゃないんです。商社マンもしましたし、それから、まあ自分の特技を生かして、貿易のね、手伝いもしましたし、それから翻訳、通訳、まあお金になることは何でもやりました。特に本を書いたりね。それから、まあ、いろいろありましたね。そういういろんな生活というかいろんな経験をした中でですね、やっぱりこの子供の世界というのは独特の魅力といいますか、独特の美しさ、素晴らしさというのがあるわけです。金銭の絡んだ大人の世界というのは、今日本は、日本世界はですね、資本主義、自由主義貿易体制の中にありますから、すべてをこの金の価値によって、あるいは金儲けの世界で、動いてますね。しかし、この子供の世界からそういう世界を見ますと、かえって歪んで見えますね。もう、なんていうかな、狂人の世界って呼ばれますけども、金がと。マネーの世界ですね。それはこう、非常にこう、歪んだ、まあ、なんて言いますか、狂った世界に見えるんですね。おそらくその世界にいる人は見え、そうには見えないでしょうね。自分たちは、まあ、当然当たり前のことをしているというふうに思ってるだけでしょうね。しかし、この子供の世界にして、一回視点を置きますと、なんて言いますか、狂ってるんだなってことはよくわかりますね。狂ってます。で、狂いながらも、その狂ってるってことにわからないんですね。っていうのはカルトですから。マネー教という、あるいは金券教という、いわゆる金券万能主義という、まあ、カルトに染まってますからね。わからないんですよ。ひょっとしたらあなたもそうですよ。金券教に染まりながら、自分が金券教のカルトの信者だなというふうに思いませんからね。まあそういう意味で子供っていうのはいつも私たちを原点へと引っ張り込んでくれるわけです。だから、まあそういう意味でですね、じゃあ冒頭の話、ちょっと話脱線しましたけども、良い先生と悪い先生はどこで区別するか、ここなんですね。要するに、良い先生っていうのは、子供の、子供的な世界に、子供と一緒に、この教育を進める先生を、良い先生っていうんですね。そうでない先生。子供の世界をですね、未熟で未完成で、どうしようもないね、幼稚な世界だ、あるいは子供自身をですね、ある意味で馬鹿にしてね、大人の方が偉いんだと、大人が立派なんだと、みんなもう私の大人になれなんてね、傲慢な姿勢を持ってる先生は、これは良くないですね。こういう先生に当たりますと、かわいそうですね、子供が。ほんと。かわいそうですよ。なんていうのかな。まあ、そういう先生には、皆さんのお子さんが当たらないことを私は願います。まあ、少なくなったとはいえ、まだいますからね、そういう先生は。いわゆる親意識ならぬ教師意識がね、非常に強くて、親風吹かすんじゃなくて、教師風を吹かす先生ですね。そして自分が作り上げた、子供像に、まあ、勝手に作るんですね。勝手に作り上げた子供像に、教える子供を、教えてる子供を一生懸命こうぎゅうぎゅう合わせようとして、それから輪っかり外れる子供は、ギャンギャン怒ったりして、それじゃダメだ、それじゃダメだって、注意する。これはそういう先生に当たりますと、伸びる才能も伸びなくなってしまいますしね。でまあ、じゃあ、相性って結構相性の問題になってくるわけですけども、あなたの子供がですね、学校の先生と相性が合うかどうかということは、あなたの子供にね、幼稚園の先生、あれ学校の先生の絵を描かせてみればわかります。あるいは、園の先生と遊んでるところを描いてねとか、学校の先生と遊んでるところを描いてねって言えばいいですね。そういう絵をね、楽しんでね、笑いながら描く子供っていうのは、逆に言いますと先生との相性がいいってことになります。しかしですね、相性が悪いとですね、学校の先生と言っただけで、顔をぐーっとしかめたり、体を固めてしまったり、先生は良くないということですね。まあ、もしそうであれば、幼児期であれば、私なら、もうできるだけ早く園長先生に話して、先生を変えてもらいます。まあ、それぐらい重要な時期ですからね。